俺の区間は AWM。はい、どうも、スコリです。今回はですね、まあ、シーズン22のアップデート、パソコンの方でやってまいりましたので、そちらの方を見ていこうと思います。それではやっていく。はい、というわけでやっていくわけなんですけれど、いろいろね、なんやかんや見ていきましょう。まずね、シーズン新しいの始まって、バトルパス始まったっていうぐらいですね。はい。まあ、いろいろ追加されていると、ちょっとね、一回バーっと流していきますね。はい。まあ、スキンの中身とかは、まあ、後で見るんで、うん。一回ちょっとピーって流して、まあ、あれしていくと。うん。そんな感じっすよ。うん。まあ、こんな感じ？うん。金銃は89式な。MP5 はイベントの報酬でした。100以降は変わんないですね。で、あとガチャの方、新しいガチャの中身、クーペの方ですね。入っているという具合になってますね。はい。まあ、あとは入れ替えっす。オレンジ枠以降は変わりません。はい。特にまあ、違いはないっていう具合ですね。単純にまあ、新しいやつが入りましたっていう感じで、まあ、目立ってですね。まあ、こちらの方、違いがあるというわけではありません。10連の方ね、新しく追加されました。ちゃんとね、勲章で10連回しても、トレーニング勲章の方ですね。一つ得点でついてくるっていう風になってます。一応まあね、パックの方に関しましても、10連で回せるっていう風なですね。まあ、仕様改変っていうのが加わっているという具合です。まあ、パックの中身もいつもと同じっていう具合ですね。勲章の確率が若干上がってるかな？この勲章。こんなんだったっけ？ちょっと覚えてないですけど。あと、常設の方はね、ダイヤとか、あとは栄光とかは特に中身の方変わってないという具合ですね。で、スキン見ていきましょうか。はい。スキンの方ですね、見ていきますけれど。まず新しいバトルパスのスキンね、金幕女性バージョンの衣装がこちらの方となってます。オレンジ枠こんな感じですね、レベル80の報酬と。あとはこうやってね、紫枠の方があるっていう具合ですね。ジョージュのね、色違いの方も、まあ、実装されているという風になってます。これ結構いいよね、ジョージュ。あと男バージョンね、はい。男バージョンこれ金幕。やばいっしょ、これ。やばいじゃん、これ。金なんじゃん、金なん。ねえ。これやばすぎる。もうさすがにさ、ちょっとなんか、センスを疑うよ、俺は。あと、オレンジ役の方ね。と、紫役の方が。まあ、こうやって、ありますよ、という具合になってます。男のこれ、金枠の、やばすぎるだろ、これ。さすがにさ。あとは、まあ、クーペの方ですね。まあ、一応こんな感じになってます。まあ、これ乗り物性能ね、比較してくれって言われたんですけど。まあ、比較してわかることはあんまないんですけどね。うん。クーペの方ね。まあ、ジェスコと比べると、まあ、こんな感じ。安定性ないよ、みたいな。方向転換。旋回能力もあんまり。ないよっていう風になってますね。で、トップスピードまでの時間もジェスコにこれ負けてますからね。いいように見えて、速さがあるように見えて、初速度安定性で負けてるっていう風になってるんで、まあ、実際どうなんだろうっていう、まあ、走ってみないとね、こんな数字なんか当てならんので、正直なところ、まあ、なんとも言えないんですけれど、まあ、一応そういう具合になってるという感じですね。まあ、こっちも安定性と初速で負けているっていう具合になってます。まあでもこれ数字何も参考にならんので、実際これ運転してみないとなんともっていう具合ですよね。で、あと銃の方ですね。今回の89式近地化でも交換できるという風になってます。これアイコンがさ上に行ってるよね。バイポッドが長いからさ上に行っちゃってるっていう。一応まあキルログはまず通常がこんな感じね。キルログは結構いいんだよな。うん、と、まあ、限定色のキルログはこんな感じ。もうこれもいいっすよね。普通にだいぶいい。あとは拡張の方が、まあ、こんな感じ。流していきますね。まあ、こんな感じですね。まあ、その拡張の期間の方もね、4月の11日までと、まあ、期間の表示っていうのも今回されているというふうになってますね。それ以降は拡張できないんだ。まあ、でも89式経験、拡張せんでしょ。正直。しますね。微妙ですよね。うん。見た目はいいんですけどね。まあ、89式じゃなかったらなっていうのはちょっとまあ、思いますね。89式なかったらよかったんですけど。虹のね、激ハビフェクトってすごいよね。まあ、以上そんな感じですね。あとバトルパス報酬でね、まあ、報酬の方も入ってます。オレンジ枠なんでそんな、あれですけれど。まあ、一応あるという具合ですね。はい。チケット交換の方に関しましては、まあ、特に服の方と、まあ、金銃が入ってるだけっていう具合です。チップショップは特にね、追加ないんですよね、今回は。まあ、シーズン始まってるんで、まあ、スマートフォンの方にアップデートが来たら、またなんか、いろいろ追加されてそうな、そんな感じはいたしますね。イベントの方はいつものやつね、オレンジ枠の、リュックもらえますよってやつと、あとバトルパス買ったらオレンジ枠のパラシュートもらえますよってやつと、あとはこれね、MP こっちやったですね。ミッションのイベント報酬の方ですね。もう特に変わり映えもなくっていう具合ですよ。はい。で、あとは、まあ、贈り物のね、交換あったでしょう。はい。贈り物交換の方が、まあ、更新されてます。車高のね、ところから、栄養屋っていうのが新しく追加されまして、こうやってね、いろいろ確認しやすくなってるっていうね、自分の守護レベルとかも確認できますよっていう風になってますね。何をいくつもらったかっていうのも表示されるようになってます。で、誰からどういうものをもらったかって
ていうのも確認できますね。自分だけ確認できるこの贈り物のログっていうのが新しく実装されました。これでまあ誰から何をもらったかっていうのも確認できるわけなんですよね。これいいっすよね。あと交換ショップの方ね、こちらにね新しくランダムを追加されておりまして、まあ内容ラインナップっていうのは既存のものに関してはまあほぼほぼ変わってないっていう具合ですね。ほぼ間違いはないのかなっていう、入っているものに関してはそんな感じになっておりますね。はい。で一番下の方にまあまず金券の方なんですけれど、一番下の方ですね、あのあれが追加されてますね。まあ、勲章とかが新しく追加されてるっていう、週に1回交換できますってやつですね。まあ、チップの方も週に2回交換と、まあ、チップ交換するやつおらんと思うけどね。一応まあオレンジチップと青のチップも5枚ずつですね交換できますよと週になっております。まあ、チップの交換はせんでしょう、勲章でしょうね、交換するんだったら。あとはこちらの方ですね、ダイヤの交換の方に関しましても、チップの交換と勲章の交換ですね、交換できる個数のあれってのは変わらないっていう具合になってます。あとはねバトルバスのミッションパスカードね、まあ、交換できるって感じです。あとダイヤの交換なんですけれども、一括交換でこれできるようになったんですよね。でも一つその10Kだったのが 15Kに変わってるっていうね、値上げされてる、 1.5 倍になってる、やばいよね。消費税でも 1.5 倍の値上げはないのにだいぶ上がりましたよね。まあそういった具合です。でプラス射撃場の方でねちょっとプレイしていきましょうか。いろいろね改変の方をされてます。今回はねショットガンがやばいんですよね。一応ねまず走り方の方ですね、いろいろ追加されているっていう具合になってますね。移動モーションね、素手の時だけこうやってね変わりますよってなってます。これは新しい方の走り方ですね。まずこれ新しい方の走り方ですね。と、古いね、走り方も再現されているという風になってます。この昔のね、走り方の方ができるっていう風に、これ変わってるんですよね。こんな感じ？懐かしいですよね、これ。こんな感じで、走り方の方も昔のやつが使えるってなってますね。でね、俺、ツイッターで M4 の銃声どういう風に戻りましたかとか変わりましたかって聞かれたんですけど、あの、PC なんで、あの、指切りできないから、ちょっとそこは勘弁してください。パソコン版ね、指切りできないよ。本当に。無理なんだよね。うん。そしてプラス、ショットガンの方ですね。まあ、これが、強化入ったりとか、解約が入ったりとかしてますね。最後の方がまず弱くなるよっていうのがありましたが、早速、使っていきましょうか。はい。一応今回はね、ショットガンボルトの走れて上げるやつつけて検証していこうと思います。どんな感じかっていうとね、まぁ、ちょっと撃ちますけれど、こんな感じ？まぁ、走れてとかは変わらずダメージが下がってるって具合ですね。まあでも、若干ダメージが下がってるぐらいで、めちゃくちゃ良くなってるわけじゃないんだよな。まあ、これからもまぁ、全然使えるような武器にはなってますね。うん。まあ、近くで撃った時も、若干ダメージ下がってますけれど、まぁ、すごい近いと普通に倒せるからですね。まああんまりこのダメージ減少ってのは、正直大きく、なんかその作用するような要素には見えないってのが本音ですね。はい。あとはまあその M86 でね、これ強化されるってなってました。こんな感じでね。まあ元々強いんですけれど、ダメージの方ですね、さらに上がってるって感じで、もうちゃんと当てれればほぼ倒せますよっていう。倒せるか、まあ2発ぐらいでいけますよっていう。いやむしろその集団してくれるから、あれなんですよ。遠くから撃っても、結構その、ダメージ入るんで、だいぶ、強い武器に変わってますね。ね、普通に強くないですか？弾がね、複数発入ってくれるような状況だったら、遠くにいても倒しちゃうんで、これはね、かなり強いっすよ。うん。まあ、強い武器になりましたわ、本当に。うん。遠くにいてもダメージが結構安定して入るってのは、やばいっす。うん。まあ、ショットガンね、ちょっと好きって人は、この M86 で持ってみるといいと思います。そしてもう一本ですね。M88C の方に関しましては、かなり強化が入ってます。まあ、今見てもらえればわかる通り、M88C の方に関しても、かなり強化の方が入っておりますね。はい。5発弾が入るようになってます。連射はできないですね。連射できないですけれど、一応、レートの方がですね。まあ、これぐらいの速さで撃てるんで、割と強いっていう風になってますね。で、撃ちますけれど、こんな感じでね。あ、めっちゃ強いんですよね。こうやって、とりあえず遠くにいる敵とかも、撃っときゃなんとかなるみたいな。ね。近かったら倒せますし、もう近かったらほぼ死ぬんだよね。結構だね。強い武器に変わってるっていう。これもね、とりあえずなんか近くやったら、撃っとき倒せるみたいな武器になってるんで、まあ割となんか、壊れてるなっていう。まあ、M88C 強くなったのはでかいですね。まあ、5発入ることでね、安定して撃てるみたいな感じにもなってるんで、まあ、皆さんよかったらですね、こちらの武器ね、使ってみてもいいかなっていう。いや、普通にね、めっちゃ強いよ、これ、本当に。めっちゃ強い。まあ、860でも、88C でももう変わらんだろっていう感じの武器になってますね。むしろその、アバウトに狙えるから、
M88C の方が強いんじゃないかっていう、ね。当たる範囲でかいからね。よりアバウトでも大丈夫ってなってますんで。うん、まあ、どっちも強くなりましたわ。マジで強いんだよね。構えたらね、構えてちゃんとね、当たってくれたらほぼ死ぬんだよね。それやばいよね、普通に。うん。今までそういう安定性がなかったっていうのも問題だったと思うんで。まあまあまあ、これでどうなるかっていう。結局これサイが弱体化した意味あんまないんじゃないのって話になりそうな、これ気するんだよな、なんだかと、本当に。これからもまあメンストのショットガンっていうのは引き続きですね。まあ増えてきそうな、そんな気はね、しますね。はい。これまあちょっとさ、性別変換、個別のやつ実装されるってあったじゃないですか。あれなんですけれど、例えばね、ボトムズとかこれできるんですよね。ボトムズとかこれしようとするとできるんで。例えば青マントの方とかね、ケツマントこれでいけると思うんですよ。なんですけれど、これ一番大事だったさ、刀がさ、これ一番大事じゃないですか。皆さんね。これできないんだよね、これ。一番大事やん、これが。うん。一番大事なやつこれできないって、これどういうこと？ね、マジでこれ意味ないからね、今回。本当に意味ない。刀できません。うん。これ持っていてもしばらく皆さん使えません。これできるって思ったらいいさ。ね、マントって書いてるからこれはいけるやろうと思ったら、一番いけないやん、これが。一番大事じゃないん、これが。いけると思ったけど、動画作ったのにさ、できねえじゃんと思って。まさかこれができんとは思わんかったわ。腕貫通してるしさ、ここ。ビビるわ、ほんとマジで。最後ちょっとガチャ回しますね。若干足が持ってないですけど、ちょっと回して終わると思います。うん。ここで車出たらさ、ややこしいよね。車出たら、めっちゃややこしい。出らんと思うけど。まあ、でも今回ね、勲章の10連が実装されたのは、マジででかいっすよね。ここは、すごい大きな要素かなと思いましたので、皆さん使ってみるといいのかなと思います。